さあということでここまでウェザーニュースライブサンシャイン最新情報をお伝えしていきました。さあそしてサンシャイン最後にですね、私からお知らせがあります。ここまで5年半ウェザーニュースキャスターとして日々お天気をお伝えしてきたんですけれども、来週火曜日の3月29日が私のウェザーニュースライブ最後の出演になります。この春ウェザーニュースライブから旅立つこととなりました。もう5年半前です。自分でもびっくりするくらい前なんですけれども、長いようでやっぱりあっという間でしたね。私の時はまだ投票でキャスターが決まったので、ウェザーニュースキャスターにもう慣れたのも皆さんの本当におかげですし、もうね本当に感謝しております。さらにそこから5年半見守ってくださった方もいらっしゃるかと思います。本当にもう皆さんありがとうございます。あ、もちろんね、途中で見つけてくださった方、応援してくださった方にも本当にね、もう表すことができないくらい感謝しています。どれくらいかと言われると難しいですが、皆さん自身が思っているよりもうね、少なく見積もっても20倍は私皆さんのに感謝していて、皆さんのこと好きです。本当にありがとうございます。最終が3月の29日火曜日となるんですけれども、まだ明日、明後日、しあさって木、金、土も出演します。詳しい出演の予定などはこの後個人の SNS で発信しますので、ぜひ皆さん最後までたくさんご参加ください。もうこの5年半本当にね、皆さんと一緒に空を見上げる日々が幸せでした。皆さんと一緒に、皆さんのおかげで楽しい日々を送れたなと思っておりますので、最後までたくさんご参加いただけると嬉しいです。コメントもたくさんいただきありがとうございます。はい、ではこの後ね、まずはツイッターで発信していきたいと思います。あ、絶対立ち会うよというねコメントも届いているようでありがたいですね。本当にありがとうございます。はい、ということで私からお知らせでした。まだまだありますから、皆さんぜひね来週までたくさんご参加ください。それではここまでウェザーニュースライブサンシャイン角田直子がお送りしていきました。たくさんご参加いただきありがとうございました。雨の降り出しや体感の変化に気をつけて、今日も素敵な一日をお過ごしください。